はい、アシクサニュース6時のニュースです。それではまずビッグニュースから。県病と青森市民病院の統合合意。県立中央病院と青森市民病院の統合を協議してきた県と青森市が、両病院を統合した新病院を市内に新たに整備し、共同経営する方針で合意したことが8日、複数の関係者への取材で分かった。建設場所、開設時期などは決まってないが、同市の青森総社長跡地が整備候補地の一つに上がっている。小社場跡地、空いてるからね。市民病院と県病どこ、どっちが解体して、どっちがやるとかってできねえのかな。どうなのかな。総社場さ、移った方がいいのかな。建物的にもう古いのかな、これ。県病も市民病院も。県病は684床あって、今現在の勝田の市民病院が459床あるんだよね。これはどうなんのかな。1000人ぐらいの入院患者受け入れの施設作るのかな。ただ、これ合意しただけで、まだ具体的なやつは恋柄だんだべさね。でもこういうのはいいんじゃないですか、逆に。市民病院の人、市の職員の人たちは、今度は県の職員さんになるのかな。その辺もちょっと、わかんないですね、まだ。これからだと思います。でも、いいニュースですね、これは。次のニュースです。むつ総合病院は8日、耳鼻咽喉科の診療を9、10の2日間休止すると発表した。保健所から新型コロナウイルスの検査対象者だと連絡を受けていた一般市民が7日、事情を告げずに同科を受診し、後に陽性が判明。対応した医師と看護師2人が濃厚接触者となって自宅待機となり、診療体制が維持できなくなったことが理由。これはひどいニュースですね。事情告げで、ちゃんと治療とか診療を受けないと、他の人さ、迷惑せんね。うずる病気だっていうのを、まず、みんな自覚しねばまいんでばんの。でも、ちゃんと私は濃厚接触者ですと。なんで受診しに来ました、でも何でもいいんだればな。ベロと言って、で、ベロと、あら、陽性だったであって、なれば、みんな今度濃厚接触者となっちゃうんでね。で、本当に具合悪くてきてる、ちゃんとした病気の人とかも、今度受診できなくなっちゃうんでね。これは残念なニュースです。はい。次のニュースです。これもコロナ関連かな？青森市は8日、新型コロナウイルスに感染した自宅療養者が急増している事態を受け、電話などで健康状態を聞き取る職員を専門に配置する自宅療養者健康観察センターを新たに設けると発表した。中央市民センター内に30人の職員を配置し、自宅療養者や濃厚接触者への健康観察業務の強化を図る。これは、例えばコロナで陽性になりましたと。で、陽性だけども治療しねんで、自宅にいなさいよと。こっちから電話はかけるはんでっていう対応の仕方ですね。果たして、
これでいいのかどうかっていう問題もあるっすけどね。うん。どうなのかな、これは。うん。ちょっと疑問に残る。ね、これね。自宅陽性者健康観察センター。うん。30人の職員を配置し、うん。30人電話かけまくるんだべさね。うん。はい、次のニュースです。これはまた、あれですね、雪のニュースですね。雪道の影響、配達先にたどり着けず。やぶをこぎ、雪山を越えて、ようやくホームタンクにたどり着き、給油をする担当者。うん。やっぱり灯油入れてもらう前にね、自分たちのうちで、ちゃんとうちの人が、やっぱり、その灯油タンクの周りぐらいは、雪切っておかねば、前に出ばの。できねば、大傘頼むしかね、これ。うん。記録的大雪に見舞われている県内、8日に、冬の最新雪149センチを観測した青森市や129センチに達した五所川市などで除排雪が追いつかず道路幅が狭くなった場所やすり鉢状態の路面が至るところで見られる。灯油や貨物、弁当などの配送業者らは雪道の影響で配達先になかなかたどり着けなかったり、注文を断らざるを得ないケースも出ている。うん。これはわかるんだ気ですね。生きてばって以外ねんだよね。うん。みんな問いだば売りてべしね。うん。弁当だって届けてればのは、待ってる人いるはんでね。でも待ってる人いるとこまでたどり着けねえっていうのが一番の問題だよね。うん、誰も除雪もサボってるわけでもないし、うん、みんな一生懸命はやっちゅんだけども、やっぱりどうしてもね、降る、毎日降ってくるもんだとかでどうもないんでばの。私も今日は朝、まずいつも5時に起きて、うん、3件、うん、除雪まずやって、その他今日は民間の屋根の雪下ろし、一件。あと、民間のマグジの除排雪。うん。一件ってやって、ちょうど夕方までかかったのかな。うん。何だった ?6 人でやっても、うん。やっぱかかるものかかるよね。で、ホームタンクが道路さ面してるとこさあればいいんだけども、家の後ろさあったりして、その家の後ろのホームタンクまでこう、たどり着けねがったりするんだよね。そこも今度手でずーっと歩けるように雪切ってけって頼まいでやったけども、そこ一番しんどかったね。うん。やっぱり、お年寄りのうちとかだば、お年寄りとは間ばできねえもんね。うん。大変だ、間ば。はい、速報です。ペテンオリンピックは9日、スノーボードクロスの女子予選を現地で行い、青森市出身の中村優香、青森北高出身仙台大学は棄権した。うん、で、まだ、青森県は9日、新たに八戸市で3件、上東山保健所管内で1件の新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したと発表した。うん。まあ、どうもなね、これ、クラスターは。一人出れば、だいたいみんなかかるやんね。うん。で、今日のコロナ感染者の人数、青森県によると、9日午後4時半現在、
県内で新たに498人の新型コロナウイルス感染を確認した。居住地別の内訳は、青森市168人、八戸市120人、弘前保健所管内114人、五所川原保健所管内18人、陸奥保健所管内14人、上東山保健所管内40人、三戸地方保健所管内16人、東地方保健所管内8人、県内の感染者累計は13,641人となった。1日あたりの新規感染者数としては、今月4日の460人を上回り、過去最多を更新した。まあ、なるべなな。498人だよな。こればっかりはどうもなれんね。こう、飲み薬とかね、そういうちゃんとした、なんかコロナ禍を確実に効くたもんでもあればいいけどね。飲めば治るとかさ、注射口でば治るよとかって、そういうのあればね、全然いいんだけども。で、昨日4人亡くなってなんですけど、その亡くなってる4人は、入院してた、おじちゃんおばあちゃん、の4人だそうです。青森市70代、80代、女性、弘前は80代男性、上東山保健所管内80代男性、やっぱり高齢者の人たちがね、一番こう犠牲さなりやすいとこでね、高齢者の人はこうどうにかこうね、長生きしてもらう方法として、やっぱり若い人も気つけねばまいし、とにかくみんなで感染対策やっていくしかねえんだべさね、今んとこ。なんとかとスーパーサバ買い物サバいかねばまいし。ね。なんで、あまりこう、遊びに朝行ったりとか、そういうのはねぐして、こう最低限のね、生活して、最低限の、こう、仕事は必ずしていかないまいんとこで、最低限の仕事してね、感染対策バッチリやって、飲食店のみんなも頑張ってるはんでね、一般の人たちも飲食店の人たちさん迷惑さねように頑張んねやまいんでばな、まあそういう感じかな、今日は。でも北京オリンピックのショートトラックとかの画像結構面白いですよ。なんか物を投げたりね、掴んで引っ張ったりしてて、メダル取ってる人たちいるはんでね。あれはなんか中にも、ああいう競技させてまった方がいいんじゃないかなと思うよね。それありきの競技ってあってもいいんじゃないかな。反対から回ってきてこう倒すとかね。結構面白いと思いますよ。まあ、コロナ対策ちゃんとやって、収まるまでね、おとなしくしてる方がいいんだかもわかんないですね。まあ、頑張るしかね。頑張ろう。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。